さあ、では収録再開していきます。いよいよ新ラビルに乗り込みますよ。その前にちょっといろいろアップグレードウェポンをいろいろやっておりまして、こう昔の古い武器のねアップグレードウェポンとかすごいスキルポイント溜まってたやつをいろいろやったりして、マテリアもちょっと見直したりしました。でその結果ちょっと考えたやりたいことがありまして、クラウドの武器をハードブレイカーからバスターソードに変えて今回新ラビルに乗り込みたいなと思います。まあハードブレイカーと比べるとバスターソードちょっと物理攻撃力が若干、まあ若干でもないな、そこそこ下がっちゃうんですけど、他が軒並み結構上がってね、魔法攻撃力とかあと HP がすごい上がるっていうのが大きくて、何よりやっぱりこのもう ほぼ終盤っていうこの新ラビルに乗り込むこの時にクラウドにはバスターソードを背負っていてほしい。でマテリアンナの数もねハードブレイカーと一緒なので、これで行きたいなと思います。ほらやっぱりこの新ラビルを見ているこのクラウド、この背中はバスターソードであってほしいよね。いやー絵になるわ。ということでやっていきましょう。いよいよ新ラビル乗り込むよ。あれこっち行っていいのかな。あ、この新ラボックスはやっぱりバスターソードで壊すに限るねこれに限りますよ。あれなんかいろいろ行けるところあるんだけれどもな、いいのかな。完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだろう。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。まあウータイ、まあ噂は噂だけど、だって神羅の上層部は知ってるもんね。ウータイのと協力したことにしたみたいなさ、アバランチは嘘だけどそういうことにしたみたいな感じだもんね。この作種の象徴に向こうとしている。本物の恐怖ってやつを教えてやる。ああもうテロリスト、テロリスト。余計な騒動は避ける。そうだよそうだよね、わーってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの反神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢するそれと比べられちゃう。そりゃグッてなるわな。ボムでも我慢しているのにバレットと来たら。へーすげえ、なんかもう完全街だね。大企業の入り口って確かにこんな感じな気がする。すげえわ、もうグラフィックがやっぱり何度見てもすげえって思っちゃう。なになに、眩しい眩しい。ティファ大丈夫か。お、いいねいいね。もうまず新ラビルの前に行くだけで一苦労すごいな原作だったのはパーッといつだよ、でっかいセーブクリスタルがさ目の前にあってさ。お、これあー違うか違うか。ミュージックディスクはないけれども、あ、なんかもうベンチの感じが新宿感出てるよちょっとだけ。あ、これはないのね。お、イベントか。あれってシンラの車だよね。飛び乗るぞ。簡単に言うな簡単に言う。そう、バレットの反応が普通だよね。ティファーが順応しすぎて。マジで。おーおーおー、絶対なんか今新ラ編違和感覚えろよすげえ音したと思うんだけれどもな。あ、しかしよっしゃ、こういう感じで侵入するの。全然違う原作と。あ、上になんかいるよ絶対バレバレじゃないのこれ大丈夫か。そんな上って見ないか、トラックの上って。目に入らないものか。静かによバレット、静かによバレット。そっちは異常なし。特にバレット静かに。問題ない。オッケー無能無能極まりない。まあ上にまさか乗ってるとは思わないか。あ、バレットバレット、あ、重そうやっちまったな。なんだ貴様ら。うわ、マジで。よし行くぞ、バスターソード、ブレイブモードで。おら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 。で、あ、待てよ、じゃあ見破るやろ、見破る。一応多分初めての敵のはずだ。
上級警備、あ、上級警備見たか、見たな、27体も倒してるよめちゃくちゃ倒してるよ。警備兵から昇格した者たち、主に戦闘が激しい危険地帯に配備されている。昇格して危険地帯に配備されるって、なんかそれ昇格って言うのかって感じはあるよね。なんか悲しいよね。おい、 OK、 行くぞ。あ、でもバーサクになってる。やばい、もうバレた、お前のせいだぞまったくよ。うまく立ち回れと言ったはずだ。本当だよ。最初から暴れる気だった。記憶にねえな。まったくしたたかなんだから。オーケー、きた。HP アップ。先を急ごう。いいね。どんどんレベル上がるぜ。通用口。あれ、どこだ、あ、これだ。いらっしゃい。負けるわけにはいかない。いやー、やっぱマスターソードいいな、テンション上がる。OK、 あ、出た、ソルジャーサードだな。来い、どこだ、来た。サードならもう大丈夫だぜ。よーし、ナイスカウンター。あ、カウンターいいね、カウンター使おう。来い来いよ、ソルジャー。あ、待て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 、ブリザラ、ブリザラは効いてない。オッケー、いいねー。で、刻んでけ。さらにソルジャー、貴様にはこのブレイバーが果たして使いこなせるかな。ブレイバーってなんかこう真空波やばい、なんだ、残眼竜奥義みたいなの使ってる。やるな。で、ブレイバーカウンターで、ちょ、待て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 、危ない。で、うわ、あー、惜しいしょっぱい、先輩としてちょっといいところ見せられなきゃいけないのに。ちょっとバレたに隠してもらおうかな。ケアルガかな。あ、全体がじゃない方がいいな。こうで、どこ行った、いたいたいた、狙うぞ。お、今OK。 いやー、やっぱバレットの先導で暴れるみたいな感じか。前回かな、まあ、さっきも言ったんですけど、バレットはもう正面から行って暴れるぞか、ティファーはいやいや裏から行って階段全部登ろうぜみたいな、そんな感じで2択選ぶ感じだったんですけども、いやおなしに正面突破って感じなのかな。かっこいい。あ、ガードハウンド君いる。いやー、もうなんか最初パート1を思い出すな。バスターソードでガードハウンドぶった切ってると。 OK、 なんかもうガンガンレベル上がるじゃん、すげえな。ガンガンレベルだの、マテリアだのが成長しまくる。OK、 やっぱもうラピッドチェーン強えわ。攻撃力下がってるけど、そのなんだっけ、ハードブレイカーと比べて攻撃力下がってるけど、全然遜色ないよね。こっちも十分強い。あ、ここね。おい、ここ地下駐車場なの？広いな。さすが死んだ、地下駐車場もだだっ広い。油断するな。うーわ、盾持ってるやついるじゃん。ってことはこれはエアロ、エアロラかな、ラでいいな。あ、でもソルジャーサードもいる。これちょっときついぞ、これちょっと厳しい戦いが。ただまあまあまあ、これでやはりラピッドチェーン最強。たまにはじゃあ他のちょっとバレットとか使ってみる。待ってました。ただちょっと待てよ、ケアルガを全体がケアルちょっと使っておかないと厳しい。待て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 、狙われてる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 。ここら辺で全体がケアルガかな、ケアルガでいいな。いけ、危ない危ない。ソルジャー、いや避けるね、避けますね。いやいや、ちょっと待て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 、離れろ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 。で、いや、ここまで届く、ぶっ放せ。で、こっ
からのアンガーマックスよ。行け、いいね。まあ、倒しきれないのか。もうちょっとで倒せる。いや強い。真空はね、さっきソルジャーサードさ登ってくるのにこんな強くなかったよね。まあまあ敵の多さっていうのもあるのか。で全体がケアルがもう一発入れとく。やばいやばいやばい、頼む頼むよ。オッケー、いいよ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 。やはりこの全体がケアルが最高で、ちょっとティファーでオーバードライブやってもらって、オッケー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 。もうひたすらこれラピッドシーンだな。敵の数が多かったらもうラピッドシーンだろ。何だのかんだも使いまくる。ただ盾持ってる敵がいるから、そこは魔法で対処しなきゃいけない。でティファーでファイラかな、ファイラ上級鎮圧生で、オッケー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 。ああ片付いたけれども、早くここを離れよう。待て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 くれ待てくれ。よし、とりあえずハイポを使いまくって回復しておきました。いいよメガポ、いいねいいねいいね。最近メガポーションあんまり使えていない。ケアルグが来たからな、あんまりメガポーションの出番もなくなった。あ、こっちで合ってんのかな。合ってるっぽいな。あ、警備兵のっちゃんたち、ここあれじゃないの、ハイデッカーのあそこ違うか。ハイデッカーがこんなところで、こんなバスでみたいなところで会議はしないか、あいつが。あ、これ信頼ボックス違う、もう全てが信頼ボックスに見えてしまう。うわ、エスカレーターだ。エスカレーターだ。一応ね、こう左にね乗っておかないと、左に寄りましょう。もしかしたらこう見ているか、見てくださってる方の中にはこう右にね、右で立ち止まる方もいるのかもしれない。でも俺は一応左派なんです。左派っていうかね。ああ、ちょっと、ティファちゃんとね、左に寄ろうね。バレット、あ、駆け上がってる、駆け上がってる。エスカレーターはね、駆け上がらずにね、ちゃんとね、立ち止まって乗りましょうね。ああ、来た、シンラカンパニーだ。ちゃんともう出迎えからもう革製のソファーがたくさん、こんなにたくさん。ここシンラ、うわ、いいとこだな。下、大理石だしよ。さすが、いいところだわ。大企業だわ。あ、ここ正面？誰もいねえな。あ、エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方、ずっと上だ。そうなんだよね、めちゃくちゃ上なんですよ。多分かよ。多分です。そう、多分なんです。受付でわかるかな。そんな本当にお客で来たみたいな感じで受付でアポイント取んの。いや、ノーアポで来たんですけど。粉々にしている。いや、すごいねこれ。へいへい、死んだビルの中身、これ作り込み半端ねえこれ。とりあえずノーアポで客としては来たんですけれども、59階以上に行きたいんですが。触れない方がいいよね。あ、なるほど。とにかく上へ向かおう。オッケー。いやー、すごい。あ、公衆電話がある。一応そこら辺も完備。もう携帯電話のこの時代、スマートフォンのこの時代に。あ、一応宝箱とかあるんだ。巡っておこう。あ、潜りメタルね。一応新ラビルでも潜りメタルは忘れね。あ、じゃあちょっとエスカレーター、いやちょっとね、運動のために階段使いましょう。皆さん運動のために。この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに一票。なるほど。あ、バイクだ。そうだよ、ミッドから脱出するときに多分クラウドはこのバイクに乗るんですよ。うわー、かっこいい。いつか乗ることになるだろう。あのバイクを目に焼き付けておこうよ。わ、カフェある。さすが大企業ね。もうその会社専用のね、社員専用カフェっていうのがね、もう常設されているもんなんですよね。でもやってねえ、この非常事態やってないということだね。許可されたカードキー、あ、カードキーね。そうだよね。一応このシンラビル、すっごい上の方にね、
行くにはカードキーというものが必要で、59階以上の階層に行くにはその社員専用に割り当てられているカードキーが必要であると。ただそのカードキーは持っていないっていうことだもんね。ここもカードキーだよね。ダメだね。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。あんな感じに降りてあんの？どうする大丈夫か。こうやって鍵がかかってるからか。バリアみたいな。上から。すごいでも神羅の技術はバリアだから鍵だよ。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。そうか、まさか上から侵入してくるルパンみたいなやつがいないからな。上のバリアはないと。私がやってみる。すげえな、ティファ。この中なら私が一番身軽でしょ。確かにクラウドは体験背負ってて。すごい、マジか。お、ティファを使える。イエーイ、テンション上がるわ。これでやっと全員使えるようになったね。エアリスも使えるようになってたし、バレットもね、ひたすら神羅ボックス祭りしたし。いやー、いいわ。気をつけろよ。オッケー、任せて。大丈夫、これで。はいはいはい、伝って。どうすればいいんだ。どうすればいいんだ。おお、すごいな。すごすぎるな、ディバ。これで、はい、いけ、頑張れ。オッケーオッケーオッケー。で、こっちもあるけど、なんかあっち行けばあるのかな。いろいろある。なんか、あ、宝箱とかあるんじゃない。ちょっとこっち行ってみない。無理かい、行けないか。決まってるかも、行けるところ。おい、あ、あー、ちまー。あ、よかった。大丈夫か。だ、本当だよね。クリスタ、本当だよ、ごめんね。よかった、ソファーがね、ちゃんとクッションになってくれているよ。それで、ああ、動かせない。あ、動かせた、動かせた。あ、これ登れってこと？違う。あ、登れた。ただ登れるってだけが。いいね、これやっぱ脱出するときにね、乗りたいですよね、乗り込みたいですよね。じゃあ一回上に戻れって感じ？お、乗れる。これで、こういうこと？違うな。あ、あそこになんかあるな。ちょっと待って。これか？あ、これでこうか。あー、なるほど、なるほど。いや、わかりづら。なるほど、なるほど。ようやくわかったよ。迷ってた。これで上に登って、はい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 。やってみるしかない。サスケ再び。ティファーなら余裕だろ。残眼流だ。残眼を弟子にとっている。あ、こっちか。懐かしいな、教会だな。エアリスと会った時はあの教会のあの感じだな、これは。で、降りる。で、こっち。すごい、ちゃんと道が。ちゃんと道できてるよ。で、あ、これか、あれだな。ちょっと待てよ。なんかもう大冒険じゃん、急に。ティファーの大冒険で。で、降りる。で、また乗る。ん？これ意味あったか？実際意味なかった。あっちか。おい。こっち？はい、頑張って。頑張ってくれ。あそこまで行けば。あそこ、あ、通じてないぞ。ちょっと待って。こっちか。ん？いけないか。あれ。むずい。すごいむずい、なんか。地味にむずい。あ、こっちか。はい、降りて。ほんで。ん？あ、こっち。地味な移動だな。あ、で、こっちか。
へえ、まさかエレベーター乗るのにまさかこんなにも掘り下げが行われているとはね。あと少し。仕上げのジャンプ見ててね。オッケー。仕上げのジャンプこれね。行け。おお。本当すごいね。で、頑張れ。オッケー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 。クラウドが見てるよ。すごい心配そうに見てる。親か。親みたいに見てくれてる。行け、頑張れ。行け。おお。で、これ正面ってこと？頑張れ。はい。いいよいいよ。で、あとはもうターザン式よ。ターザン式に行けばいいのよ。頑張れ。あの。あ、これ。ここ。あ、そうかそうか。これ反動つけて、オッケー。はい。はい。はい、侵入。すごい。ほんと、ルパン顔負けって感じだわ。来たよー。やったじゃねえか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？すごい、わかんの？うまくいったな。何もしてないけど。いや、なんか誘われてる感じがすごいね、これ。ティワ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった。北条博士の研究施設、65階だね。65階。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど。あー、やっぱここで選べるのか。そのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。なるほど。ひとまず59階だな。そうだね、そうだったね。エレベーターか階段。エレベーターを使うメインストーリー。非常階段、そうだよね、二択なんだよね。エレベーター使うんだったらこっちかな。そうだよね。で、階段、あ、待って、一応選んでみよう。はい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 。こっちがエレベーターで、多分この左右が非常階段ってことなのか。そういうことか。こっちが階段ということ？ん？ないぞ。ああ、これか。マジかよ。マジかよ。正面突破よりは人目につかない。そりゃそうかもしんねえけどよ。うわ、59階。そうだねとか言ってる。煽るなよ。あ、なんだフラグか、それは。おい、煽ってほしいのか。これ戻れるかな。あ、戻れる。ちょっと待って、ね、一応ちょっとここでセーブ入れて、もし引き返せなくなった場合のことを考えて。よし。たびたび言うんですけど、この新ラビル突入するとき、エレベーターを使って一気にガーっていくか、階段一段一段マジで59階分上がってつくかみたいな。確か原作でも本当に59階分上がったんですけど、エレベーターで行くと正面突破だからいろんな敵と戦うけどすぐつく。で、非常階段だったら敵と戦わずに済むけど、すんごい長い階段登らなきゃいけなくて、ただその途中にアイテムが落ちてるみたいな、そんな感じのね、差別化が図れていたんですが、エレベーター乗り込もうとすれば、どうなる？ちょっと両方見てみたいよね。とりあえず乗り込んでみよう。さっきセーブ入れたからね。ということで、この実況では2パターン両方見たいなと思います。ドアが閉まります。